うまい飯があるところにうまい酒あり。美食の宝庫土佐高知で、同じく豊かな風土に育まれた土佐酒、その究極のマリアージュを料理研究家の服部先生が提案する蔵で会いましょう。高知にある全18の酒蔵を巡り、その土地土地の食材で料理する最高のマリアージュとは。服部先生がやってきたのは、仁淀川が太平洋に注ぐ土佐市。その山あいにある神原、今が旬の香り高い土佐文旦はここから広まっていきました。そんな土地にかぐわしい酒を作る蔵があります。こんにちは。じゃあまた今日はよろしくどうぞお願いします。どうぞよろしくお願いします。迎えてくれたのは水源酒造の代表取締役上田正人さん。モダンな外観が目を引く土佐蔵にお邪魔します。中はというと、いや、近代的で表から見てね、素晴らしくね。水源になって、まあ、50年ぐらいの歴史しかないので、歴史を歌うというよりか、いろんな世代に楽しんでいただこうと思って。なるほど。ちょっと近代風というかこういう風に、まあ、海外でもいろいろね、はい、ワインのね蔵とかもありましたけどね、はい、パッと見た時そんな感じしますね。水源酒造のルーツは景勝地桂浜にほど近い高知市長浜。明治に創業した蔵を引き継ぎ、50年ほど前水源酒造として酒造りを開始。今では高知を代表する蔵の一つですが、世界を見据えた新しい土佐酒の味を目指しています。先人が守り続けてた水源の味というのはベースなんですけど、次の世代、ここから世界、日本人日本飛び越えてということを流れも受けてですね、白ワインの代わりに、水源の吟醸しようと、こういうような流れになるように。山田錦を使った純米大吟醸を手頃な値段で出している水芸ですが、6年前世界へ打って出るために新プロジェクトを始動。白ワインと本気で戦える酒を作り始めました。こちらは大豆といいまして、まあ、最高の原料を使ってですね、持てる技術すべて詰め込んでいるだけなので、水芸でいう一番最高峰の、一品となります、はい、年間1200本のみ製造されるハイエンドコレクション純米大吟醸大豆をいただきます。よろしくお願いします。純米大吟醸はフルーティーな吟醸家とクリアな味わいが特徴。しかし世界の食卓を目指す大豆は独自の美味しさを備えています。一応大吟醸を持っている独特の香りは一部あるんだけど、しかし喉越し通った時にね、独特のアルコール分がね、それを消し去ってくれてね、だから他の食べ物を食べてても、香り強すぎるな、これ合わないなっていうんじゃないの。フルーティーで奥深い香りを残しながらもさっぱりとした喉越しを実現した大豆。その味を生み出すために作られたのが最新鋭の設備を持つ土佐蔵なのです。紹介します。当社の杜氏の用心と申します。あ、そうですか。あ、よろしくどうぞ。用心と申します。よろしくお願いします。大豆の味を生み出したのは当時の明神さん。使用するのは日本最高峰の酒米、兵庫県徳江地区の山田錦。最新鋭の精米機で4日間にわたって磨きます。この精米機に水芸の味を作り出す秘密がありました。
なるべく米の形を残したような形で、まあ、削っていくのがいいって言われてまして、まあ、それができる最新鋭の機械になってます。米の表面にあるタンパク質などは残しすぎると雑味を生み、削りすぎると味わいが弱まります。精米でお米が丸くなるのは削る量がばらついた結果。お米の形のまま削れれば理想的な成分バランスを狙えます。もう米の形に、もともとの形に近い形だとすっきりした味わいの酒になりますし、もうそこからもう酒造りはスタートしてると。豊かな吟醸香を残しながらもさっぱりしていて飲み飽きない、ライトをそんな最高の味に昇華させるもう一つの秘密が、もろみを絞って酒と酒粕に分ける工程にありました。一番初め絞り始めて絞り終わるまで、実は脂質ってどんどん違うもので、一番初め出る荒走りっていうすごい香りだけ突出した部分と、中取りっていった香味のバランスが取れたところと、干し切りっていうのも味がグッと出る部分になる中で、一番そのマグロでいうとまあトロの部分になるんですけど、その中取りっていうのは我々で言ったら大体 20% くらいですね、したところを取り出します。最高の技術でできたお酒の中でもボトルに詰められるのは最も香りと味のバランスがいいわずかなところだけ。世界を目指すこだわりは味だけではなくボトルにも。毎年世界に名だたるアーティストがデザインを担当しています。2023年は陶磁器に彩色を施す技法で、今世界から注目を浴びる陶芸家、牟田陽花さん。目指すは世界ですから、味パッケージ含めて起爆剤というか、こういうお酒が作れる蔵なんだと。水泳酒造の最高の設備と技術で作られるダイト、今ではアメリカ、アジアなど各国でも販売され、毎年生産量は全て完売。そんな世界の食卓を楽しませるお酒の究極のマリアージュとは。こちらが米粉のピザです。はい、いただきます。はい、上田社長のおすすめは、生地にダイトと同じ山田錦の米粉を使った香り高い酒陶のピザ。特徴的な香りとちょっとこのダイトの強いフルーティーな香りっていうのが、香りと香りがいい感じで相乗効果になって、両方とも楽しんでいただけるいい相性になってます。酒陶がね、またねインパクトがあるから、うん、このね喉越しにねまたぴったり合うんだ。もうこれ最高最高。逆にこの酒でないとね、こういうの合わないかもしれないね。香りと香りの相乗効果を考えた服部先生が選んだ食材は、ヨードブルーだ。今が旬の香り高いニオドブルー。まあ、今日ね、まあ、ここにあるやつでニオドブルーもね、なんか面白そうなんで。果たしてどのような料理を完成させるのでしょう。いざ実食。わあ、美味しそう。チーズの香りがすごい。チーズかこの。香ってきた、香ってきた。メロン。あ、メロン。あ、メロンや。なんか黄色いのが入ってますよね。カラスミ。あ、カラスミ。見てるとそのカラスミ入れられたり、まあ、結構甘いメロン入れられたりとか、口の中でって言ったら。どういう演出になるのかなっていうの。メロンとダイト、フルーティーな香りがマリアージュする服部流ニオドブルーのパスタ、その全貌とは。これね、ニオドブルーのね、香りと香りの相乗効果としては、このニオドブルー、メロンいいんじゃないですかね。まずはニオドブルーをサイコロ状にカット。半分に切ったミニトマトと刻んだバジルを合わせます。
そこに塩、オリーブオイルを振り、よくなじませてメロンの香りを全体に。パセリとニンニク、鷹の爪をオリーブオイルで合わせたら、パスタを入れ香りがつくまで炒めます。このからすみなんかが合いそうだってこともある。ここでメロンの甘さとバランスを取るからすみを入れるのがポイント。ニオドブルーの具材をのせ、最後にチーズをかければ、香り高い食材が調和したニオドブルーのパスタが完成。うん、おいしい。おいしい。あ、メロンの、あ、メロンがね、ね、うん、すごいアクセント。パスタにメロンって初めてですね。私も初めてです、うん、なるほど、合うね、うんうん、合いますね。このメロンの食感もすごいいいですね、うん。実はそのメロンの調理に服部流の工夫が。メロンがね、この甘さがね、どう活かせるかって、これ難しいところでね、その甘さをね、消しながらやんなきゃいけないっていうところがちょっと辛かったんだけど。メロンを使ったパスタといえば多くは冷製。基本的には甘さを押し出す使い方をします。しかし、あえてパスタを炒めることで、その熱で香りを強く引き出すと同時に甘さを抑えていたのです。結構この時々入ってくるこのからすみと、今この上にかけてる粉チーズですけど、これと相性が、両方とも結構香りが立つもので、うん、これとまたこのライトっていうのがすごく合うな、うん、まあ、楽しいですね、このパスタは。確かに楽しい、あ、うん、お酒が進むパスタかなっていう感じで、はい、世界の食卓を驚かせる香りと香りとのマリアージュ。さあ、服部先生、次はどの蔵で会いましょう。